命に感謝していただきます。そしてごめんなさい。お疲れ様です。はあ、うまい。うまい。これは韓国海苔です。なんか韓国海苔、あ、早速キララのひげが、俺ねひげをね見かけると取ってるんですよ。キララのひげは黒い、白も混ざってるけどやっぱ黒が多い。でビビの毛はやっぱ白い毛が多いんですね。でなんかこうね、こう取っておくんですよ。これはまあ水耕栽培もですね、まあ中途半端に終わっちゃったけど、またあの改めましてまたここで始めるんですけども、その水耕栽培の肥料の量をなんか俺間違ってたんですよね。おそらく間違ってた。ただね、分かりづらいね。これから喋るのは僕が合ってると思う。普通どういうふうに皆さんが考えるのかをちょっと俺はね知りたいですね。あのねまあパッ、まあ簡単に言うと500ミリリットルに、ね、500ミリリットルっていう水がありますよね。500ミリリットルと水に肥料を500倍薄めて入れなきゃいけない。そこまでちょっとそこまで分かりますよね。でちょっと500ミリリットルに対して、例えば500ミリリットルに対して、500倍で薄めるとすると、その肥料は 1cc ですよね。 500cc だと 1cc が500倍なわけじゃん。そうでしょ。でそう、まあいろんなところで言ってたの俺すごいいろいろ見たから。であまり他の人たちがやってるとこそこまで詳しくは、まあ、見たけど、その何百倍薄めてるとかその辺は見てなかったんですね。それで、そうですよね。ということは 1cc ですよね。で、じゃあここからちょっと、話が複雑、俺的には複雑になるんですけど、その原液みたいなものがあるんですね。それが A と B っていう2種類あるんですよ。そのなんかこう植物に必要な栄養が入ったものが A 液 B 液ってあるんです。でここに水があるんですね。まあこれが
これが水だとしよう。真ん中これ水で A 液と B 液があって、これを 1cc 入れますよと。500倍薄めて入れますよ。そしたらさ、皆さんどう考えますか？俺はね、こう考えたんですよ。500cc の、まあ水ですよね。まあ 500cc の水に、この A 液、B、B 液っていうのは2つに分かれてる。ってことは、1cc、要は入れなきゃいけないってことは、0.5 と 0.5 入れて 1cc って俺は考えるんですよ。って考えたんです。普通そう考えるよね。って俺は思ったんですけど、で、俺人に結構聞いたんですよ。あなたならどうしますか？まあ結構っていうか、まあまあ2、3人なんですけど、聞いたんですけど、そしたらやっぱ同じ意見を言ったんですね、俺と。そう思ったんですよ。だから 0.5、0.5 入れて 1cc で、そうだ、500倍。ただね、これ違ったんですよ。だから、本当は500倍だったら 500cc に対して 1cc、1cc、2cc 入れて500倍っていうことなんですよ。わかりづらーと思って、俺なんでそこに気づいた、俺ね、今までずっとこの水耕栽培をやってるのに、だから前までずっとやってたよね。でそれを、一からやるのに、ずっと今までやってきた分が、結局 1cc しか入れてなかったってことは、栄養が半分少なかったってことになるんですよね。だから今回また改めて始めるときは 1cc ではなく、だから 500cc に対して 2cc 入れなきゃいけないんですよ。それって500倍かって俺は思ったけど、ってなんで俺がそこに気づいたかっていうと、やっぱりこう気になってね、毎日ね、いろいろね見てたんですよ、水耕栽培に関して。もうもちろん失敗することを前提で、前ハワイでやってた時は成功することしか前に見てなかったから、今回は失敗することを前提で、失敗する可能性は絶対あるんだろうなと、でどこで失敗するんだろうなとか思ってこう見てたんですね。うん、もう一回ぐらい一発いっとこうか。で、失敗すること前提にやってたんで、いろいろそういうのを調べたわけですよ。で調べて、まあ、結局出た答えは、まあ、俺が確かに間違ってた。俺が確かに間違ってたけども、お前その説明なんか分かりづらみたいな。確かにね、あの箱の裏を読むと500倍に薄めなさいと、その野菜とか、水耕栽培する場合500倍に薄めなさいとは確かには書いてるけど、まあ、そこしか見てないね。500倍ってなるとそんなもん文字読むのめんどくさいし、500倍に薄めるってことは、俺はなんか A 液 B 液を 0.5 0.5 1cc で 500cc だから、こいつらはもう一緒のものだと思う、俺は思ったんですよね。でも違ったんですよね。だから結局、例えば1リットルで作る場合、1リットルで作る場合、以前のやり方だと、
1cc1cc 売りで2リットルのはずが、だから 2cc2cc って 4cc 入れなきゃ入れないってことですよ。だから2リットル作るんだったら 4cc4cc の 8cc 入れなきゃいけなかったってことだった。だから俺今までだから 4cc しか入れてなかった。 2cc2cc 合わせて 4cc しか入れてなかったんですよ。そうこれじゃないか、これだ。だからちゃんとねこれから新たに、まあ、ちょっと落ち着くまで時間かかるけどゆっくりして、今度は倍でやる。でも今までちゃんとできてたからね、まあ、食べれなかったけども、まあCUは成功する。失敗したわけじゃないよね。わさあ飯でも食うか。あのね、あのね、飯がね、ないんですよ。ちゃんとした飯が。っていうのは、火が使えなくて、結局、今あるのは、その100均のコンロですよね。100均のガスと、あとは、あれだ、ガスコンロみたいなやつがあるんですけど、なんでないかっていうと、ガスが来てないっていう。だからそれが来れば、ちゃんとね料理もできるし、こうやって海苔ばっかり食ってなくてもいいしね。これなんでしょうね、このマークね、矢印。押せってことかな。これね、アメリカで買ったやつなんですね。確かアメリカ、いや違うな、待てよ、アメリカ、いや違うな。でも、でもこれジップロック自体がアメリカですよね。アメリカかどっか知んないけど、多分アメリカのようなイメージがある。ジップロックの会社自体はね。なんかこう引っ越しするして、なんかこう料理を何を食べていくかっていうのをなんか微妙に、こううまくいかないね。だからなんかこうピザっていきたい気持ちもすごくある。ピザが食いたい。ピザね、長いこと食ってないね、最近ね。さあ、クソみたいなこの人生、クソみたいなこの世の中、ほんとクソみたいですよ。もう特に分かりやすいのがニュース見てたらすっげえ、なんか世の中で発信してること、言ってること、
で世間がどう喋ってることっつうのもなんかきっと本当クソだなと本当に思うね。まあそれがなんか自分のなんか原動力になってるっていう感じはすごくする。うん。あいつら珍しい。ずっと寝てるよ。生きてるよね。本当に。なんか今さ、SARS ってさ、SARS じゃねえか。なんだっけ。ニュースやってんじゃん。あの、風邪、コロナウイルスをやってんじゃん。でニュースすげえさ、まあ、そういうチェックしてるんですけど、まあ、観光客が入ってこないとか言ってなんか打撃受けてるとかっていろんなとこでインタビューされてる人たちは、まあ、今後どうなるか分かりませんねみたいなさ、そういうこと言ってるけど、まあやっぱりこう守るものっていうのを、俺はまあね、だからまあそれはわかるよ。まあお前みたいになんか一人で守るものなかったら好きかって言えるけどって言えるけど、いやまあまあ待てよと、まあ待てよと、あのお前らみたいなね、クソみたいな生活してるやつが冷静に考えろと、目を閉じて地球に耳を向けろと、お前らだけじゃなくて人間が何を今までやってきたのかっていうところに、そこに目を向ければお前に心があって人間になって感情が豊かで優しさがあって、そういう人間であれば気づくでしょと。気づかないやつはアホみたいにいるけども、さあ人生楽しもう。もう俺も昔そういうクソみたいな人間だったけど、まあ確かにもうクソみたいな人間ですよ。でもさ、気づけるんですよ人間。目を閉じて地球に耳を傾けると、まあこんだけ環境が破壊されて地球がおかしくなってきて、まあこれからもまだまだ続くんだろうけど、まあ続くでしょう。もっといろんなこと起きるんだろうけど、自分の身と自分の生活が危うくならない限り気づかないんですよ、そういうクソみたいな人間は。俺はただね、そういうなんか少しでもね、今やらなきゃいけないことっていうのに気づいてほしいなっていう、だから俺はそれを少しでもね、一人でも多く気づいてくれるように、こんな中途半端な、こんなちっちゃいキャパでね、発信してるっていうことは、もう飽きたよ。これから自分が思ってるやり方で発信できるように、もう俺が思ってるステージまで上がっていけるように間違いなくやれる余裕でしょう。余裕っていうのは単純なんですよね、このクソみたいに世の中が。
き勝手、好きなことばっかり、楽しいことばっかりしてるクソみたいなやつら、まあ、そういうやつらには分かんないよ。それがその人生だからね。ただね、これ気づいてほしいんです。世の中、人間以外のたくさんの生命がどれだけ人間のせいで被害を受けてるか気づいてほしいんです。ちっちゃな虫から大きな生命体まで人間のせいで木が被害を受けても、そいつらはね、人間みたいにさ、手を合わせて神様神様、悲しい神様、こんな悲しいことが起きたのとかさ、そんな感情はないんです。ないんです、そういう感情。そういうことをゆっくり地球に手を当てて考えてください。まあ、気づくのが遅かったっていえば遅かったのかもしれないけども、人間ファーストじゃなくてね、地球ファースト。まあこのクソみたいな世の中に俺も生きてきて、クソみたいな生活してるけども、それ以上に地球のためにやっていけるか、持ってる。もうちょっとな、自分の生活を追い詰められるんですけどね、キララとビビは言う限り。まあこいつらのね、幸せもやっぱり、こいつらが思う幸せと俺が彼女たちに思う幸せっていうのはまた違うのかもしれないけどね。その動物の考えなんて人間って分かんないじゃん。勝手な人間の想像でね、俺が思ってるこうやって走れるような場所に庭があって連れてきて、それが一番の幸せかと思うと、そうじゃないのかもしれないし、わかんないよね。そうやって幸せだって思う感情もないかもしんないし、難しいよね。だからまあ彼女たちの幸せっていうのは、なんか一緒にいれることが幸せって思うと、それも勝手な想像だけだって、あいつらだってさ、人間の勝手な繁殖によっていろいろこうやって作られて、この自分の見た目の様子も変えられ作られてきたわけじゃないですか。クソでしょ、クソみたいにトイプードルとか人間がこのどん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 改良して作られ売られ、クソでしょう。まあそこで一緒に生活してその子らが楽しんでるのかそれでいいじゃないのって、そこで話を終わらせたらダメなんですよ。
そうじゃなくて、今このくっそったれみたいな世の中で立ち上がって変えていく力っていうのはいっぱいあるのに、立ち上がってないくっそみたいな人間がいっぱいいる。口だけ、目の前のことでは綺麗事ばっかり流しやがって、クッソみたいですよ。クッソみたいな世の中でクッソみたいな人がいっぱいいるから、何にも変わらないですよ。平和ボケしてる。自分らが幸せならそれでいい、人生なんか短い、楽しんでいりゃそれでいい、あとはなんとか、もう死んだらなんとかなるさみたいな、そんな人間ばっかりなんですよ。特に日本はね。まあこんなクソみたいな俺が叫んでて、聞いてる方も気分悪いよな。でもね、自分が発信しなきゃいけない、伝えなきゃいけないっていうこと、こんな中途半端に終わりたくないし、自分もね、クソみたいな生活に戻りたくないから、まあ見ていてください。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。終わりは突然やってきます。